はあ、他、这个是金太郎の房間。邮箱、に、に好きな点色黑、シェおい、ゆか、もう朝だぜ。起きれるかごめん、りん。ちょっと寒気がして、もう少し休んでてもいいかな。わかった。でも大丈夫か無理すんなよ。平気。霧がすごい出てるし、風邪ひいちゃったのかもね。 一晶早上おおー、お前ら早いんだな集まって何してんだ何してんだ別に早かねえよもう十時だぜそれよりさ俺さっき車見てきたんだけど全然動きそうにねえんだよガス欠ってわけでもないんだよなまあ、ボロかったし 壊れたって考えるのが普通か。にしてもどうやって出発するかだよな。おはようございます皆さん。お揃いでどうされましたかん？あってわけなんだよ、じいちゃん。悪いんだけどさ、もうちょっとだけここにいてもいいか車直せないか、調べてみたいんだ。 把それは構いませんが、実は私用事があって数日村まで出かけなくてはならないのですよ。わ夕方には家を出ねばならなのです。そうですか。それじゃあ、俺たちはそろそろ出ます。あまり長いしてもご迷惑でしょうから。車がなくてもその辺歩いてれば道はわかるだろう。いざとなったら車置いて電車で帰ってもいいし。 にとにかく山を降りりゃいいんだ好只要下山就行了ええ、この家にいてくださって大丈夫ですよ。どうせ、私しか住んでおりませんし、留守の間、家を見てもらえれば、こちらも助かります。八ーセン也接不通え、いいのかえ、えそれに、山の中を歩いてもどこにも行けやしませんよ。この霧ではね。

火の元には注意してくださいねそれから山の中は危ないので歩き回らない方がわータイツ强不要乱逛哦わー勝ってるってちゃんとすばしてから心配すんだよじいさんあんたこそ途中でこけてポックリとかはやめろよな好討厭よ凛 <laughs> 老頭に別担心了道圣に也不要在路上突然暴斃よ <laughs> 気をつけますそれでは 唉，已经傍晚了，立刻去洗澡吧。因为在男生后面洗，感觉很讨厌。什么东西啦？<laughs> 男生臭臭的，是不是？男生脏脏臭臭，在男生后面洗很讨厌。嗯，搞个图跟你讲话，我要怎么跟你讲话？这样、啊。我先去洗澡。欸

今でも各地にあって結構有名だぜ。まあ実際は上半身は猿、下半身は魚を使った顔物だって言われてるけどな。下半身は魚、上半身は猴子。<laughs> まあ。まあ気色悪いことに変わりはねえな。好。日本人魚。不用去洗。我知道我知道。我不会先去洗澡的。我先去看一下邮箱。邮箱快爆炸了。大怪怪的。哎，箱呢？

好的，OK，我们看一下完成度，完成度二十八趴都有哎、欸，战斗不已是什么意思？不要看，感觉会爆雷。好了，差不多可以去洗澡了。OK，该说话都说话，了，我要去洗喽。以不讲一样吗？我不能讲话了，很好。我、啊、大概感觉快不行了、欸，上上上手了。 洗澡有入浴图吗？哎呦，哎，呜啊、欸嗯哦，好舒服哦！昨天忙得不可开交，没能好好洗澡。哎，超大的浴池就是赞呐、啊！邮箱有没有洗澡呢？难得的旅行，却把身子搞坏了，太可惜了吧！哎，总觉得好想睡，要做梦了。

物の見事に濁ってんな。お前どんだけ汚え体してたんだよだからちげえつってんだろうがいきなり水が泥水みたいになったんだよ冗談はさておきこれって沼の水なんじゃねえかな这不是沼なんで沼の水が風呂によくわかんねえが配管がどっかで行かれて

<laughs> 浴缸里积满了脏水，油箱油箱，脏脏脏领领脏脏，绝对是没有淋浴就直接下去泡澡，然后变，即便这样也会变沼泽水，好不好？<laughs> 林，你还好吗？虽然他睡得很熟，但颤抖，看起来很不舒服。明天让他要吃点什么，再服点感冒药吧。

小小的洗え熊台不见了ねえやっぱりあ、这边リちょっとこれ見てくれよ看一下这个なんだこれ葉っぱかこれがどうした葉っぱっていうか水草かな今日朝一で車を見に行ったんだけどさこれが排気口に詰まってたんだん

还没有修吗？哎、欸，我们再看一下领子啊，不然 <laughs> 我跑到别人被窝里面去了，对不起啊，这个才是我的被窝 <laughs> <不起> <laughs>，对不起，金太阳，对不起，我没有想要闻你的味道，对不起。对了，手机没电了，得充电才行，哪里会有插座呢？OK，插座，这里可以充电。 这样就行了，睡觉吧，睡去。又是水声，哦、啊，怎么搞的？家里充满了水，这是梦吧？ 因为一点都不会感到痛苦，真奇怪的梦。哇，移动的速度也很慢，真的像水里一样。我可以拿我的手机吗？不行。 像屎来抹的东西爬过去了，那是什么？往邮箱的房间里去了。邮箱啊！那个像鬼的东西爬进邮箱的身体里面了。

哎呦，客厅在哪里呢？这不是我家啊。啊，救护车是几号来着？啊，一九。哎，没有听任何声音，没有接上电话线的，啊，该不会是坏掉了？可恶，偏偏这个时候。啊，对，我手机在充电，用手机叫救护车。 因为你你怕吗？可是他太凶了吧！凶我干嘛？我也很怕，他也很怕。<noise> 一九，快点！断断电了，为什么？我确实插上插座，手机好接上去啊。どう、這個、没错<錯>。 ユカはどうしちまったってんだよ。あんなに体が膨らんで、あ、あんなのまるで死体じゃねえかよ。刚开始玩而已吗？应该已经玩了六十分钟、呃，应该算五五十分钟吧。だまってろ。ユカは死んでなんかいねえ。ちゃんと息してるんだよ。あ、ごめん。な、あ成太郎はどこに行ったんだ？ 近くに村とか町とかないか探しに行ってる病院に連絡できる場所がないかあ,あ、いざお城鎮村町そ,そんなも歩いて行ける距離にはねえよ車で走ってる時見なかっただろそれにどっちにしろこの霧じゃ無理だ数メートル先も見えねえくらいなのに見つけられるわけねえよだったらどうしろつんだよ このままあの状態の浮かほっとけっつうのかてめえマジで黙らねえとぶっ飛ばすからな对遮風風涼化大家都去帮忙了只有你坐在这边せいだろうどどうだっただめだった霧が濃すぎて辺りが全く見えないここまで戻ってくるのもやっとだったてめえちゃんと探したんだろうな決まってんだろう でもどうやったってこのきりじゃ無理なんだよ何の道しるべもなく歩くなんて無謀すぎるそうやじいちゃんも山の中は歩き回るなって散々言ってたよなあれそういうことだったのかじゃあどうしたらいいんだよこのままじゃゆか死んじゃねえのかそんなの絶対に嫌だ いや、ユカは大丈夫だ。死んだりはしないよ。いつもずっと。えそれ、本当か脈も呼吸もしっかりしてるし、熱もない。ただ、外見に異常があるだけで、他にはおかしいところはない。寒いって上言は言ってるが。とはいえ、放っておくわけにもいかねえ。病院に連れて行くのが先決だ。地図さえあれば、山の中を歩くことができる。 今は地図を探すことにしねえか<好>あ。わかったぜ。みんなで手分けして探せば、すぐ見つかるよな。は、お们去找地图ちょっと待って失、せ太郎電話がつながらねえのと、充電がされてなかったこと、なんでかわからないかどうして電話が通じないのかわからないが充電ができてねえのは、電気が止まってるからだ。え送電が行かれたのか、じいさんが電気代滞納してたのか。<laughs> いずれにしろ電気が止まっちまってる。その証拠に電気つけたはずなのに。太陽。電気に暗いだろ。た確かに。なんでだ？昨日は普通に電気使えてたぞ。俺にもわからない。でも今はそんなことよりユカの方が大事だ。地図を探さなきゃ。没错，邮ゃ比较重要。要找地图了。三人で協力してこの家の中を探そう。ユカ早く助けてやらなきゃ。 啊啊，そうだ好，我们来找地图。对啊他们刚开始是因为车子坏掉啊，所以他们要找机会修车嘛。所以老爷爷有很热情的邀请他们。当然我，我如果是我的话，我也会留在屋子里面啊。好，我们就来找地图。おいユタ、何にぼさっとしてんだ。お前もちゃんと地図探

<laughs> 一直看呢，到底怎么回事？那家伙到底怎么搞的、啊？对啊，照理说山上不要乱走，待在原地是最好的解法。<laughs> 如果我就看到他在那里看的话，我跟他生气。你真的还在看着你？Yuta，啊！<laughs> <laughs> 那家伙也太崩溃了吧！ 这种情况下，任谁也是无能为力的、啊。熊太，熊太，你到底在干嘛？我先去看一下林好了。邮箱在说什么呢？好冷，好冷吗？是不是应该让房间暖和一下？反正有壁炉。 什么？有木柴跟火的话，这个房间就暖和起来了。但是不太清楚症状，我暖一下应该没有关系，得好,好考虑一下。 哇，这是支点吧？这是支点吧？我真的可以去找吗？我要暖和起来，它如果煮熟怎么办？乱进陌生人家吗？其实也是啦。我们要去找柴火，是不是？完全中邪了，没错。嗯，人管还没好好调查过。我们看一下我们的完成度啊。 早餐，嗯，早餐什么早餐？我漏了一个早餐。烤油香鱼也太太坏了吧！